はい。今日最後の放送はですね、逆境を力に変えるというテーマでお届けしたいんですけども、まあ私もそうですしね、えー、吉谷さんもそうなんですけども、台風によって、まあいわゆるね、計画を邪魔されたわけなんですよ。でも邪魔されっぱなしじゃなくて、それをね、どういうふうにプラスに変えていくかっていうのがもう条件反射ですよね。よし、この状況を使っていこうと思うわけなんですよ。うん。だから何が起きても得ですよね。うまくいっても得だし、うまくいかなくても得と。 得しかななない人生なわけなんですよで、すよその中で私はねあの時間がだいぶありましたんでまたね「N 国党の立花隆さんの放送を見たんですよねそうすると立花隆さんって今ねあのー、まあ何ですかね被疑者になってるわけですよ。脅迫の被疑者になってるわけなんですよね。で立花さんは「やった!」ってなってるわけなんですよ。 なんでやねんって感じですけどもまあご覧のご存知の方もいると思いますけども NHK から国民を守ると N 国党の立花代表っていうのとその政党ですよねそれからちょっと関係ないかもしれませんけど令和新選組っていうところねこの2つが今までと違う政党としてものすごくね異色なんですよそれは SNS によって成り立ってきた政党ということなんですよね要するにテレビメディアでは今でもあんまり扱われることがないんですよでも 今回その N 国党の立花さん立花代表がこういうふうな被疑者になることによって実はですね地上波にもどんどん取り扱わざるを得ないような状況になってきたんですよね。 まあこれがね、立花さんの狙いだったかと思うと、やっぱすごいなと思いますよね。散々、既得権益を潰すための活動をしてきている、そういった立花さんとかですから、N 国党ですから、当然、あのー、既得権益を持っている地上波には出したくないわけなんですよ。で、今までそういうふうな、完全無視の状況を作ってきたんですけども、無視せざるを得ないようなね、 あの状況から無視してててははならななならいいいいようう状況を自力で作り出ししきたっっとところはやっぱすごいなと思いますよねでしかも私が見たところあの脅迫とは言われてますけど被,被害者がそう感じてるだけで客観的に見たらこれはね脅迫に当たらないというね、えー、まあことも分かるわけなんですよ、うん、でもそれが司法がどう決めるかですよね。これどんな状況かと言いますとあの二兵さんっていう方がね N 国党のお、まあ、力を利用して当選したわけなんですよ。 でで当選後公約を守らずに好き勝手やってるんですよねじゃあこれを国民が許すのかどうなのかってことをお,お前2兵説明しろよっていうふうにね当主としてやっぱり部下に言うわけですよ。でもそれが脅迫だっていうんですよね。これを会社に例えてみたらパワハラみたいなねちょっと最近ではパワハラって言葉が流行ってますけども上司が部下にノルマを達成することを強く要求したら怒られたみたいなね。 あの被害を受けたとか言って被害届出すみたいな感じでこれこれがねもし立花さん有罪になったら社会はもう成り立たないと思いますひど、うん、いことになると思いますようんまあでもそういうのも込みで立花さんははっきりしてもし私のやり方が国民にやり寄り添うやり方がね有罪だっていうんだったらもうねこんな面倒くさい仕事辞めて国会議員とか辞めてもう YouTuber やりますよってことなんでねもう全然この権力にしがみついてないと強いですよね だからそういう意味でね今回学んだのは何かに依存すると実は弱くなるってことなんですよ何にも依存せずに自分から始めていく自分発信でいると何者をも恐れないんで結局は自分の人生を歩きましょうってことですよね会社の上司とか社会の方に自分の人生にコントロールされてどうするんですか家族ってものに自分の人生を奪われてどうするんですか家族ってものがあるから余計に自分の人生が豊かになるとかね会社ってものに属してるから余計に自分の人生が豊かになるとか 社会と一緒に暮らしているから余計に自分の人生が豊かになると。そういう風な使い方、生き方をしていくことができるんじゃないかなと思ったわけなんですよね。皆さんどういう風にお感じでしょうか。それでは失礼します。